皆さんこんばんは、長尾真奈と申します。今日は、リボンウッドセッション5回目ということで、前回に引き続き出演させてもらいます。今日は、ピアノトリオで演奏したいと思います。どうか最後まで楽しんでいってください。ゆっくり絵に描いたようなマイペース、見向きもせず進んでく、用意された陳腐なレースには乗らない、誰にも言わないから教えてよ、君の強さの秘密を。気に入らないことがあったら首をさっと引っ込めて、しばらく出てこない、ノックしても返事はない、努力してるふでただ休んでるの、寝てるようで先を考えてるの、わからない君の頭の中、誰になら心許してるの。まっすぐな道を邪魔されてもお構いなし進んでく、顔色一つ変えずに嫌味を交わすよ、誰にも言わないから教えてよ、君の強さの秘密を。気に入らないことがあったら首をさっと引っ込めて、しばらく出てこない、ノックしても返事はない、傷ついてるふで楽しい「出てこない」「ノックしても返事はない」